今日も一日お仕事学校部活家事育児その他もろもろお疲れ様ですそう昨日はね公園から帰ってきてそうすぐにね寝ちゃってそうなのよ。 すぐ寝てしまって気づいたら日付変わってたなそう気づいたら日付変わっててとりあえずスパイファミリー見るかと思って <laughs> そうとりあえずスパイファミリー見てすっごい考えるかと思ってそう <laughs> 毎週土曜の楽しみですかね土曜23時半からのね23時半からあのー、あれなのよ追加されるのそうだから、まあ、とりあえず見えとくかと思ってそうアマプラでね見てお風呂ちょっと一旦ちょっとお風呂入ろうと思ってそう で朝時時ぐらいになてまで起きてたのよその結局1回目覚めてたから1時ぐらいから7時ぐらいまでそう起きててでもなんかうんまあちょっと昼から予定があったからいや起きて早めに出かけてしまうかもしくは。 2時間だけ寝ようかなっていう悩んで悩んだ末に寝ましたねあの動けなくなった普通に足があこりゃダメなやつだと思って寝よう寝ようと思ってそうそうそうだからまあとはいえだから トータルですると6時間ぐらい寝は寝てるんだけどうん昨日帰ってきてから寝てで朝もちょっと寝たからそうなんかね妙にね一回起きた時に「そうスパイファミリー見たらちゃんと起きちゃったんだよな <laughs> いや別に「スパイファミリー見たからではないんだけど起きれちゃったからさそうでまあその そう寝落ちしちゃってただから風呂お風呂入んなきゃと思ってお風呂入ってそうそうそうそしたらなおさら寝れなくなったね、まあ、結構どこでも寝れるタイプなんですけどそう逆にその明日ちゃんと早起きしなきゃなっていうのがあったからさそうそうそう明日とつか今日か日付変わって今日うん 最初スパイファミリー見てた時は眠かったよ寝ながら見てて寝ながら見ててであのー、ところ、うん、うんあれみたいななんか、うん待って今あれって思ってたらいつの間にか全部ちゃんと見てたしあの可、ー、愛いいだけじゃない四季森さんっていう まあ今季見てるアニメのもう一つあるんですけど文化祭のね前編後編が先週と今週であってどっちも良かったか文化祭四もりさんはその1話2話3話が平和すぎてちょっと。 うん、って思って、ね、やめた見,見るのやめた人も多かったらしいんだけどぜひ文化祭ちょっともう一回見,見直してほしいわ、うん、あのね式守さんの良さは私原作読んでるぜなんですけどその人がこう成長したりとか人とのそのなんだろう,う関わり合い方が感動するんですよねうんで文化祭も、まあ なんだろう原作読んでたからどういう展開か知ってたからなおさらそのなんだろうこういう話だったよなっていうのが分かってまあなんかそのなんだろうこう「どうなるのかなそわそわ大丈夫かなドキドキ」みたいなそういうアニメではないんだけどただその本当ああ尊い癒されるいいっす」 いい青春やなーっていうそうそうそうってなるスパイファミリーもだ最初は最初はなんかうとうとしてたのあでその一回その何公演終わって寝ちゃって起きてあやばいもう11時半過ぎてるスパイファミリー見なきゃみたいな意味わからん意味わからんその義務感に からね義カンにかられて「海みなぎゃ!」と思って最初なんか目こすりながら見てたけど気づいたらしっかりバッチリ見てて内容もちゃんと覚えてるちゃんと覚えてるしアニメ見終わった後ジャンププラスで初回無料の原作も読んだ読んだしうん いや全くもって偉くはないんだよな普通のただのただのアニオタなんだよなそれに関しては <laughs> いやでも「スパイファミリーはそのアニメを見てから原作を見るっていうちゃんとねその起き上がって枕元に iPad を置いて正座してみた <laughs> そうなんかゴロゴロ寝ながら見てるんじゃなくて枕元一回起きああっもっとこんな時間でスパイファミリー見なきゃ枕元に枕元に枕の上に置いてその枕に向かって正座するようにベッドの上座ってみたそうそうそういいなーと思って「あーニャがあんまり出ない回が2週連続で続いてたけど来週は「 アーニャーというか、ダミアン。ダミアンとアーニャを過重摂取できそうでよかった。か、か、過重、過重摂取。たくさん栄養を取れそう。ダミアニャ、いいぞ。ダミアニャ定々なのよ。大好き。 うん、ドッジボールみたいなやつだよね来週ねそれもほんと楽しみすぎてワク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 そうあと今はね 今はそうだなよく見てるのはね、あのー、前にちょっと言ったけど『魔法少女サイト』っていうアニメを2018年やってたのねでそれ当時ちょうどお引っ越しのタイミングだった多分2018年春アニメとかだったんだよねきっとだからちょうどお引っ越しのタイミングと多分重なっててそれか冬だったかちょっとだ忙しくなっちゃって見れなくなっちゃったの。 でちょうどアマプラであのー、見れたから今でも何年か経ったやつねで1ヶ月前ぐらい1ヶ月前じゃないかゴールデンウィーク明けの時ぐらいに全部見たんですよ1話から見直してね「魔法使用図サイト」であやっぱいいアニメだったまあうーん展開的には暗いんだけどそう暗めのアニメなんだけどまあでもなんかほんと魅力的なのよねキャラクターとか。 こう設定とかいろんなものを含めてただ1機しかやってなくてでなんかこれは後々原作見てから分かったんだけどめちゃくちゃアニメオリジナルなの展開がそうで綺麗にに 1, 1期でまとめ 1, 1クール12話でまとめられててそうそうそうでそれはそれでよかったんだけど なんかこうふとした時にその魔法少女サイト調べてて原作どうやったら読めるかなって言ってあ LINE 漫画で見れたのよ LINE 漫画で見れてるから今ちょうど追っててそうちょっとなはもうもうねアニメとは全く違う展開のとこまで来てるうん な、ニジミンがどうとか、いろいろあるけど、全然新キャラクターとか、なんか見たことないキャラクターが喋ってたりとかしてて、そうそうそう。だうまくその兄寄りで落とし込んでたんだなっていうのがわかる。どっちも良さがある、面白さがあるなっていう。うん。結構ガチで違うね。まあそうそうそう。それが当時どういう評判だったかっていうのは私も詳しくわかんないけど、 ただそのなんか特に何も考えずに普通に見てて面白い純粋に、うん、なんかあアニメはこういう設定でで原作はこういう設定でやってるんだなっていうのが分かったりするからそう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 普通に面白くてそうなのよ まあでも普通にねあのねもう純粋に面白くてただまあ途中までしかでまだ半分ぐらいまでしか見てないからさ漫画の方はそのなんか溜まってく無料のやつを見てたからだから全部見れたなくて漫画はそうだね最終的に読んでそうでも結構後半つらいらしいからどうしようってとこありますけど <laughs> そうそうそう今魔法少女サイトの話してますね あと、原作が違うっていうのだと、あの、物語シリーズ、化け物語っていう、まあ、原作はライトノベルで、アニメがすごい人気な作品があるんですけど、最近、化け物語をコミカライズしてて、そうそうそう。で、そのコミカライズがね、コミカライズオリジナルなの。コミックオリジナルなんですよ。 漫画その原作アニメは原作に結構確か準拠してるというかあの対応してるんだけどその漫画は結構オリジナルで進んでて時系列とかまあ大まかな設定とかは変わらないんだけどなんかこうちょっと違う世界線みたいな感じで面白いんですよねそれはそれで。 でそのコメントでさ「え今これ原作だとどこの何なんですか?」みたいなコメントあって「それ俺たちも知らないんです」みたいな <laughs> 原作読んでたぜもわからないみたいなうんなんかそれは多分もう「化け物語」が10年以上前のアニメでもうその広く知れ渡ってるからそういうなんだろう当時のファンからしても新しい別の世界線の化け物語を見てるみたいな感じで。 なんか結構私的にはね結構いろんな風に認められてるイメージがあるんだよねなんかそういうオリジナル要素っていうのをどうしてもこうなんか創作で入れちゃうとこう叩かれたりとかしちゃいがちですけどなんかそのちょっと違った世界線を見てるみたいなそういうふうにだからその当時当時そのアニメとか原作を見てた人からしても なんか新しい世界線見てるみたいで面白いし普通に初めて見る人も多分純粋に話が面白いから見れてるんだと思うのうん絵はね「化け物語」のコミカライズの絵は優しい絵よりかなどっちかというとアニメではないなうん なんかね、でもど混ぜたような感じかもアニメではまま全くないただそのシャフトさんが、あのー、YouTube に上げてたそのコ,ミカコミックの発売記念の PV かなんかを作ってたのかな CM を投稿しててそのえっと漫画の漫画の作画で MV を作っててそう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 いいのよ いやそれはそれでね面白い、まあ、ちょっとね話が長くてでなんかこう更新が遅いから私そのマガポケで見ててだから更新が遅くてねちょっと前の話なんだっけみたいなとかあるけどだ純粋に面白いんだよねそうなんか最初とかは最初のそのひたぎちゃんとの出会いとかなんかそれぞれのヒロインとの出会いみたいなのはそのまんまなんだけどなんか急に。 こんなシーンあったっけみたいなそういうこうそういうシーンが増えてっていつの間にかその化け物語っていろんなこう物語がこう何て言うの続編がいろんなのが出てるんだけどそれが混ざったような同時進行していってそしたら世界線が変わったみたいななんかそれも出来事のタイミングがずれただけじゃなくてその キャラクターがそのことを思い出したタイミングがちょっとずれただけで次元が変わるみたいななんか本当にああこういう世界線の変化ならありかなって思えるぐらいのオリジナル要素ででもそれがちょっと違うだけで結末が全然変わっていくから面白いのよねそう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 私ももう一回なんか全部見たいなって思うぐらいそうそう まあちょっと説明ところとこ違うかもしれないけどなんか原作と合わせてみても面白いなって思ってそう <laughs> うんねだからアニメオリジナルとかそういうオリジナル要素っていうのはまあほんと賛否両論あるのはよくある話なんですけどほ 本当にスパイファミリーに関してはもう本当にもうびっくりするぐらい原作通りなんだよね。そうもちろんアニメオリジナルで尺を持たせるっていうのがあったりするんだけど逆にその尺を詰め込みすぎてなんかこう話の流れが速くてなんかちょっとよく分かんなかったなってなるアニメとかもやっぱいっぱいあるからそうじゃなくてその原作の漫画の10ページ分を。 30分に伸ばすとかさそういうのやってたりしたからお城のロイドマンのところとかはスパイファミリーはなんか数十ページしかないのを一番にやってたりとかして,たしてるらしくてで実際原作読んでもあこんなにこんなに違うんだでもちろんそのオリジナルの方のそのなんかこう意味を持たせるみたいな、うん、工作員をたくさん読んだ理由にちゃんとこう意味を持たせる。 とか,なんかそういういに、うん、だからね面白いですねうんまあ別にどれが正解とかはないですけどただまあいろんなアニメの形がある中で最近ってだからオリジナルアニメってなかなかなくないなんかさ最近はもう原作ありきですよねラノベだったりとか。 漫画だったりとかが絶対あるよね大抵のアニメって最近のオリジナルアニメって何があった逆に昔はなんかよくあったみたいな前に YouTube のコメントとかで見たけど私もちょっとそこまではさちっちゃい頃はそんな原作とか考えてないからさ私も分かんない <laughs> けどうん今ってもうほとんどね 原作がありますよね。うん。ね、でも本当にそのそうだね。響けユーフォニウムだユーフォニウムユーフォニウムだっけ？ユーフォユーフォって訳すからわかんないな。強谷さんの なんかさっき見たな。4, 4年ぶりに。次クール決定みたいな。ユーフォニアムだっけユーフォニアムって、あのー、吹奏楽にしか存在、基本的に吹奏楽にしか存在しない楽器の一つで、確か。確かね、管楽器。私もそんなに詳しくないからだけど、UFO って呼ばれてるやつで。 だからこうねあんまり聞かないでしょユーフォニアムっていう楽器なんかトランペットとかトロンボーンとかフルートとかさ同じ吹奏楽の使う楽器でもまあそれは聞きたことあるけどユーフォニアムって本当に吹奏楽がメインで使われてるからあんまりなかなか聞かないものなんだけどうんだからだからこそその 水素枠の話うんいつも水墨の子が UFOUFO って言うからさ「UFO にあむうむ <laughs> どっちだっけ?」ってなるそうそうそう私もちょっとアニメは知らない見たことないそう見り知らなんですけどそうそうそうなんか続編やるって言って 今日兄さんは「ヴァイオレット・バーガーデ」が本当によかったからさ。うん。アニメはね私はもう見ようと思えばもっともっと見たいんだけど見たいこう他のメンバーからのおすすめとかさすごいたくさんあるんだけど私これ以上そのなんか例えばこうさ 顔とかめちゃくちゃ「進撃の巨人」をね見て欲しがってるのよ「見て見て」っつってで他のメンバーも見たりとかしてて「見て」って言ってるんだけど「進撃の巨人」ってもう何クールもやっててそれなりにその季語とのクールも長い和数も長くて80のアーマーとかあるからさ 80×30 多分多分私仕事できんぞっつって。 あのちゃんとね私本当に知らないからさネタバレもあんまり分からなくてだからちゃんとまあ集中して見れるタイプではあるんだけど逆に言うとガチの寝落ち気絶まで気絶までしない気絶するところまで見ちゃうのもう気になってしまって続きがあるものだから。 だだから自自分でねね今自重してるんだよ、ね、アニメをこれ以上この作品とかを見たらあのもうダメだ無理止まらんっていうそうもう,もう戻ってこれんっていう気になってもほのものが手につかなくなるからやめとこうって。 逆に言うと今期のアニメがめちゃくちゃラッキーだったそのしかも今期のかつ一期目のアニメが見やすくてうん私もあのえっとうんとねちょうどス,ステイホームお家にいましょうの時期に あのーまあ、私もやることがなくて当時サブスクも入ってなかったから YouTube でゲーム実況者さん,ゲーム実況者さんの、あのーまあ、ストーリー系のお話をこう見てたのでシリーズもので12345とかあってで5五まで5をその時。 実況しててでちゃんとその主人公がみんな一緒だから全部見たんだよね当時家暇すぎて当時お仕事もそんななかったから見れちゃったのよでパートが YouTube だからパートがあってまあ20分から30分ぐらいのものが、まあ、パート1パート2パート3パート三パート4つってで その一つのシリーズ一つの作品で大体90パートぐらいとんでもないでしょ <laughs> とんでもないでしょ90パートででツ2があるじゃん2も同じぐらい30分かけて9 0パート20分とかで3もあるのよ3はもうちょっと短かったなとかで4もあるのよ 私はそれを、その30分かける90パートぐらいの4つぐらいを多分、多分1ヶ月いかないぐらいで見たな。うん。1、2、3、4見て、で、当時、その続きもやってたのも見た。面白くて普通に。ただただ。 ね、これでね分かっていただけると思うんだけど私に長編の続きものを見せちゃダメなのよちゃんと寝てたたかもねあの気絶するまでに見てたんだってばでしかも私その作業しながら見るとかも苦手なのよそういうのってさこう作業用 BGM とかにしてさあこんなことやってるんだなぐらいで見るのがちょうどいいんだけど私ちゃんと作品としてさ映画みたいに見ちゃうからさ「じッつって。 そう、画面の前でまあ、強いて言うならご飯食べながらとかね一人だしどうせ本当にだからどう考えても「進撃の巨人」とかあとまあ他のアニメでも長いものは絶対にそうなるから無理だと思って多分とりあえず私ねちょっとどんなスケジュールかわかんないけど多分ツアー終わるまでやめといた方がいいよね見るの。 ツアーがいつまでどんぐらいやるのか分かんないけどそう本当にだからちゃんとねセーブしてる偉いですよむしろうんハマり癖なんかこれはハマり癖っていうのか分かんないけど少し知ったものは全部知りたくなっちゃうんだよね少し少しでもかじって気になったものはもうそのものの何から何まで知ってないと落ち着かないの 探心わかんんなないなんか例えばなんだろうな難しいなこうそうだなそう難しいなアニメとかだとそのままウィキとか見たりとか,なか別にそれだけじゃなくて例えばなんかう言葉の使い方とかメールを書いてる時に「あういう言葉の使い方って合ってたっけ?」調べて。 そう,そ,ういうそういう時にさもうなんかあ「この言葉使い方合ってたっけまあいっか!で」でできる人だったらもう特に何も考えてずに書くと思うけど少しでもこれ合ってたっけなってどこかで、ね、確信は持っててもちょっとし心配だったら絶対ググっちゃう。そうで合ってるあよかった合ってた。 だから本当に私が時間を無駄にしない方法は始めないことなんだよね何も始めないことが一番大事なんだけど <laughs> でもそれだとね人生つまらないじゃないですかだから そうまあ今普通に「スパイファミリー」で十分十分すぎるぐらいアニメアニメ欲アニメ好き好き度は十分そうまあでもミーハーいやそうアニメ最近もうなんか一般的な趣味になっちゃったからミーハーと思われるのちょっと嫌なんですけどねうん。 そう。いや、私はね、ミーハーではない。ない自信があるんだよな。私。って結構。逆に行くぞ。 うん、逆に行くよ逆張りオタクよ私はどっちかというと流行ってるものを避けがちどっちかというとどっちかというとねだからスパイファミリーも一歩間違ってたら見てなかったと思う そうもうすでに流行ってたけどなんで私結局見ることにしたんだっけな勇気を踏み出したんだ勇気を勇気を出しただけそうそうそううんプロサカもだって今でこそ中高生にめちゃくちゃ人気だけど当時は別にボカロボカロも今みたいにメジャーじゃないじゃない。 ずっと中学校の時とかそうだったけど今ってほんとボカロって人の生活に入り込んでるけどやっぱ当時からするとやっぱ異質だったりしたからうんそれとねこうプロセカもまだ別に当時はまあまあまあ最近ボカロちょっとこうそうボカロ好きが注目してたぐらいだったの正直 そしたらいつの間にかどん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 人気になってそうプロセカのユーザー数もどんどん増えてね私も多分ちゃんと当日からやってた人だったんだけどまあ途中ね普通に忙しくてログインできなかったりしたから365日達成が1年記念日ではなかったんだけどログインボーナスな決してマイナーではないんだけどさプロセカもただまあ 今から人気だからやるっていうの、なかなか厳しいタイプな気がする、私は。なんだろうな、今だったらなんだろう、人気の、なんかそれこそ、こう、K-POP とか、私別に嫌いじゃない、全然普通に好きなんだけど、こう、今どきの若い子ってみんな K-POP 好き、みたいな。そう、そういうタイプではないから。うん。 ミー派ではないなって自分のことを思ったりするうんいやそうィックトック。TikTok? も確かに流行がコロコロ変わってくから私はさその別にそれは全然それでいいんだけど私は流行がコロコロ変わるんじゃなくてハマったものにとことんハマってどっぷり使うタイプだからだからね多分あんまり YouTube の方が好きなんだと思う YouTube だと「あ時間だバイバイ <laughs> やばだって時間忘れてた単純見ます 啊啊我真的